キングゾーです。はい、ということで前回紹介した X モードの動画は見てくれたかな。これまでね、4本の動画で新幹線モード、ウェポンベース、あとはアルファモードにセカンドチャンネルでラベルの貼り方、そして前回の X モードと紹介してきたんだけど、今回はね、いよいよ登場します、こちらオーバークロス合体の仕方っていうことでね、ご覧の通り登場しております。 E5 マーク2とアルファ X のね、オーバークロス合体を紹介していきたいと思います。はい、じゃあね、早速オーバークロス合体の方を始めていきたいと思います。まずは E5 はやぶさマーク2をオーバークロス合体の状態に変形っていうことでね、ご覧の通りオーバークロス合体の状態にマーク2を変形したんだけど、ちょっとね、説明書と同じ感じの並びにしてみました。で、この変形方法に関してはね、過去の動画でオーバークロス合体結構ね、いっぱい動画出していたので、そちらの方を確認していただければ詳しい変形方法の方もチェックできるので、詳しく知りたいよっていう方はぜひ過去の動画チェックしてみてください。下のね、説明欄から見ることができます。じゃあ続いて αX のね、オーバークロス合体の状態にしていきたいんだけど、まあ慣れてくればね、どの状態からでもいいと思うけど、一応説明書的にはご覧の通り X モードの状態を各パーツに分けますっていうね、記載があるので、まあ慣れないうちはね、 X モードの状態から変形することをおすすめします。じゃあね、X モードの状態の αX もオーバークロス合体の状態に変形。はい、こちらがね、αXX モードをオーバークロス合体の状態にしたものになるんだけど、一応ね、これも参考までに説明書と同じ並びにしてみました。ちょっとね、白黒だと分かりにくかったりすることもあると思うので、まあこの部分をスクショなり一時停止なりしてご活用していただけると嬉しいです。ってことでね、E5 Mark II αX 準備の方も完了したということで、オーバークロス合体始めていきましょう。はい、じゃあまずはオーバークロス合体の、下半身部分の変形から進めていきましょう。まずはこちら、右足の変形からっていうことで、ご覧のね、パーツを使用するんだけど、まずはこの部分、新幹線パネルを倒して、あとはね、この部分、マーク2の右足、足の部分だね、足の部分も倒して、続いて αX の右足の部分のね、かかとのパーツを戻して、ここにね、穴が開いているんだけど、この穴とマーク2の骨部をこんな感じに合わせて差し込みます。つま先をね、新幹線パネルのこの部分に合わせて起こして、で、次に使用するのはこちら、リニア式アンカーブレーキ。アンカーブレーキをね、この部分に引っ掛けて、で、ここの穴に差し込みます。ちょっともう一回やってみようか。引っ掛けて差し込む、こんな感じ。これでオーバークロス合体の右足は完成です。アンカーブレーキを取り付けることでね、しっかりと固定されて、かなりいい感じです。じゃあね、同じように左足も変形させていきましょう。変形手順はね、右足の時と同様に新幹線パネルを倒して、マーク2の左足のパーツも倒します。で、アルファ X の右足のかかとのパーツを戻して、足裏にある穴をマーク2の突部に差し込みます。で、つま先を合わせて新幹線パネルを起こして、リニア式アンカーブレーキで引っ掛けながらね、固定して、これでオーバークロス合体の左足も完成です。ってことでね、これがオーバークロス合体の右足と左足完成した形になります。続いて αX の下半身パーツにウェポンベースになっていたね、ボディーアーマーを取り付けます。ボディーアーマーのね、向きの方は上が細い方、先が細い方が上になるんだけど、この部分だね、ここのパーツ、この膝上のね、穴が開いているところに合わせて、足を開いた状態にしないと取り付けることができません。で、こことボディーアーマーを合わせて、ぐぐっと押し込んでセット。で、この時の注意点は膝がね、X モードの時と同様に膝がね、下を向くように、垂直になるように必ず取り付けてください。これでね、一応このパーツ、下半身パーツは完成なんだけど、ちょっとここの開きが気になるね。まあいいか。っていうことでね、下半身の変形に必要なパーツはすべて完成しました。じゃあね、今作った完成させたパーツを組み合わせていきましょう。で、取り付け方なんだけど、取り付け方は X モードの時と同じだね。ボディアーマーのこの膝の部分を足のパーツのここに取り付けます。で、取り付けるときね、この裏面にあるボタン、ここを押しながら取り付けると簡単にね、取り付けることができるので、
まあ普通にね、上からカチッと押してもいいんだけど、上的にはこのやり方をおすすめします。よし、まあ上からね、押し込んでも全然いいんだけど、バキッてなるでしょ。ちょっとね、あんまり長く遊ぶっていうことを考えれば、上はやりたくないかなっていうだけで、まあ全然どちらの方法でもいいと思います。ということでね、E5 Mark II オーバークロス α-X の下半身はこれで完成です。もうね、ご覧の通り、この段階でかなりでかい。最終的にこれカメラに画角に収まるのかなっていうね、ところではあるんだけど、うん、かっこいいね。ということで、次の工程に移りましょう。はい、じゃあね、続いてはご覧のパーツを使ってね、上半身部分を組み立てていくんだけど、まずはこちら。α-X の1両目、1両目を新幹線モードの状態に戻します。で、この1両目に X アタッチメントを取り付けていくんだけど、これ X モードの時はさ、こっち側の穴に取り付けたでしょ。でもね、今回のオーバークロス合体ではアタッチメントの向きが逆になって、で、後ろの方の穴、後ろ側のね、穴の方にこんな感じに取り付けます。で、X モードの時と同様に、横の穴にね、こんな感じにセットして、で、こんな感じになったら、今度はマーク2。マーク2のね、ここにあるパネル、これを裏側にこう動かして、反対側もだね、反対側も動かして、で、ここまで来たら、マーク2の背中の方から、α-X をね、差し込むんだけど、この部分。この部分にね、凸部があるので、この凸部と α-X の上部にある穴の部分、X モードのアタッチメントをつけたりするね、その穴の部分と、マーク2の凸部を合わせて差し込みます。まあちょっとね、見えにくい部分ではあるんだけど、しっかり固定されてる感じかな。よし、OK。っていうことでね、上半身部分、メインとなるね、パーツはこれで完成です。じゃあ続いてはね、こちら E5 Mark II の腕のパーツのね、変形になるんだけど、説明書通り左腕から変形していこうかな。ね、まずは拳部分をしまって、連結器がね、下がっているようであれば、今ね、もう上に向いているんだけど、こんな感じに動かします。そして今度はね、腕の向きを変えるんだけど、ちょっとここがややこしいんだよね。くるっと、こんな感じちょっともう一回やってみようか。元に戻して、ちょうどね、肘の部分にある車輪が、この肩の部分についている車輪の下に来るような形に回せばいいんだけど、まあもう片方の腕でね、同じ変形があるので、次がここの部分。ここにね、こちら、中間車カバー。中間車カバーを取り付けていくんだけど、ここにね、凸部があるので、まあここを合わせてただセットするだけです。はい、こんな感じ。で、さらに取り付けるパーツがあって、腕の部分にね、あ、こちら、ブースターを。見つけます。ブースターの向きがね、なんて言ったらいいんだろう。まあ、ご覧の通りといえば、まあ、ご覧の通りなんだけど、メインに見える部分が内側に来るようにって言ったら分かりやすいのかなまあこんな感じで。で、さらにブースターにこちら、ウィングを取り付けていきます。ウィングの向きの方は、波打っている方。なんて表現すればいいんだろう。まあ、こんな形で、この向きで、こんな感じに取り付けます。そしてね、ウィング。いろんな変形をしていくうちにね、穴の部分がへたってきちゃって、ちょっと外れやすいんだよね。いやー、やっぱ緩いからうまく固定できないなー。っていうかさ、最初の方からこれは緩かった気がするけど、初期不良。まあいいや。ちょっとね、完成までにうまく固定する方法を考えて、修正したいと思います。で、あとは反対側の腕。反対側もね、同じように変形させていきます。拳をしまって、腕を回転させて、中間車カバーをセット。ブースターを取り付けて、ウィングをセット。これで E5 Mark II の右腕の変形も完了です。裏面から見てみるとこんな感じだね。っていうことで、E5 Mark II の腕の変形は以上になります。じゃあ続いては、今ね、変形させた胴体部分とマーク2の腕、そしてこちら新幹線パネルを合体させていきます。ってことで、早速ね、パーツの方を合体させていこうと思うんだけど、取り付けるね、穴の位置がここ
こっちじゃなくてここなんだよね。こっち側アタッチメントの部分に腕を取り付けます。向きの方はね、ウイングが見えるようにこんな感じに取り付ければ正解です。じゃあ反対側も同じようにアタッチメントの部分に腕を合体で、正面から見るとあー倒れちゃった、こんな感じです。そして今度は同じくね、 X アタッチメントにパートを取り付けるんだけど、この部分、ここのね、穴の部分にこちら新幹線パネルを取り付けます。取り付け方はね、取り付けの向きは車輪が後ろ側を向くようにこんな感じにセット、反対側も同じように新幹線パネルを車輪がね、後ろ側に来るようにセット。よし、でここまで来たら、今度はね、今取り付けた新幹線パネルを斜め上っていうのかな、上の方にググッと仕上げます。これでね、マーク2の腕の部分と新幹線パネルの合体は完了なんだけど、まあ、正面から見るとこんな感じで、ちょうどね、新幹線パネルとウィングが X に見えるようにね、取り付けられていれば正解です。続いては上半身をね、下半身パーツと合体させていくんだけど、一つだけ補足があります。上半身のね、この部分、ウィングの部分なんだけど、説明書の方には B のブースターに B のウィング、A のブースターにね、A のウィングっていう形で説明されていたんだけど、まあ、取り付けた段階からね、なんか変だな、おかしいなと思って箱の方を見てみたらね、やっぱね、ウィングの向きがこうなってるんだよね。で、説明書の方にも、まあ説明は置いといても写真はこの写りになっていて、 A のウィングに A のブースター、 B のウィングに B のブースターを取り付けてしまうと、ウィングがね、こっち向きになっちゃうんだよ。変でしょ。ってことでね、ちょっとタカラトミーのホームページとか、まあ、そこら辺詳しく調べてはいないんだけど、正しくは A のブースターに B のウィング、 B のブースターに A のウィングを取り付けると箱の通り、写真の通りのね、ものに仕上がると思うので、ちょっとそこら辺注意した方がいいと思います。ってな感じでね、お待たせいたしました。下半身と上半身のね、パーツを合体させていきたいと思います。取り付け方の方はね、まあ通常のシンカリオン、デラックスシンカリオンシリーズと同様に、この部分を合わせてカチッと取り付けて、でね、一箇所だけ違う点があるんだけど、ボディーアーマーの部分だね。ボディーアーマーのここにね、トツルがあるんだけど、そこを E5 Mark II のへこみ部、そこにね、合わせてググッと押し込んで取り付けていきます。ちょっとね、見えにくい箇所ではあるんだけど、ここだね、ここにね、トツルへこみ部があって、ここを押し込んでしっかりとね、固定するような形になります。はい、っていうことで続いてはこちら、アルファ X の腕の変形になります。すごいよね、この変形、腕を4本使うみたいなんだけど、まあ、使用するパーツがアルファ X の腕と、これがね、3両目のカバーパーツだね。で、まずこのカバーパーツの変形から、連結器を動かして拳部分を出して、このね、拳部分を180度回転で、アルファ X のこれは左腕にこんな感じにね、ここに穴があるので、ここに合わせて取り付けます。アバーパーツの方はね、ここに突部があるので、ここを合わせてセット。はい、これでアルファ X のね、左腕の変形は完了です。で、同じく右腕も変形していくんだけど、右腕もね、同じようにカバーパーツの拳を出して180度回転、変形付きはないからね、そのままで大丈夫です。で、右腕に突部を合わせてセット。ってことでね、これでアルファ X の右腕、左腕の変形が完了したということで、先ほどね、組み上げた本体の方に取り付けていきましょう。で、腕の方をね、取り付けていくんだけど、注意点としては、表面、手前にね、空力抵抗ミサイルパネルが来るように、こんな感じにセットすれば OK です。反対側も同じようにアルファ X の変形した腕を取り付けて、さあ、いよいよ完成間近ってことでね、今度はこちら、マーク2の頭部、角を倒して、アルファ X のヘッドギアをセット。さあ、いよいよこれがラストの変形になります。最後はね、ご覧の通り、車両ブレード、東京、新青森、そして改札ブレードをね、組み合わせて合体させて武器にしていくんだけど、X モードのね、変形の流れで連結車両ブレードになっている場合は、ご覧の通り、バラバラの状態からスタートしてください。ってことでね、まずはこちら、X
連結車両ブレードの時とね同様にこのグリップが中心になるんだけど、グリップの横の溝のところに車両ブレード東京、そして車両ブレード新青森を差し込みます。横にあるグリップ溝の部分をね合わせてセットで、ここまで来たらブレードケースの中に入っているね改札ブレードを取り出して、改札ブレードもね合体させていくんだけど、向きの方がなんて言えばいいんだろう、あ、車両ブレード新青森長い方と向きは同じだね。この向きで真ん中の部分、ここに差し込む形で改札ブレードもセット。説明書的にはね、新青森と東京を左右に開いた状態で改札ブレードをセットする流れになっているんだけど、まあご覧の通りね、今やってみた通り入らなくもないので、ちょっとセットしづらいなっていう時は車両ブレード東京と新青森を左右に開いた状態で改札ブレードをセットして、でさらに、東京と新青森を閉じる形でセットしてみてください。ってことでね、これでオーバークロス合体で使用する改札セーバーの完成です。そしてさらにブレードケース、ブレードケースのこの部分に踏切手裏剣ベースを取り付けます。踏切手裏剣ベースのへこみ部とブレードケースの凸部を合わせてセット。これでブレードケースの変形も完了です。あ、これって改札セーバー入ったりするのかな。うん、こんな感じだねじゃあね、完成した改札セーバーブレードケースをセットしていきましょう。まずはブレードケース、ブレードケースの凸部を足のねへこみ部に合わせてセット。そして右手の拳部分に改札セーバーをセットすれば E5 はやぶさマーク2オーバークロスアルファ X の完成。ということでいかがでしょうか、 E5 マーク2オーバークロスアルファ X かっこいい。もうねかっこよすぎて変形工程もさることながらお腹いっぱいだね。これは何よりさ、これかっこよくないですか、シルエットが X になってる感じ。なんで腕を4本も使うのかななんて思ってたらこういうことだったんだね。やばいな。でね、ご覧の通り、ここだね、空力抵抗ミサイルパネルを開いてマーク2のハッチとアルファ X のハッチを開いてアルティメットグランクロス再現することもできちゃいます。いやーかっこいい。あ、そうでね、補足じゃないけど、マーク2のウィング、この部分ね、組み立ての工程で結構コロコロ落ちてきて、今日はここが一番苦労したかなっていうポイントにはなるんだけど、まあ撮影にあたっていろいろ検索してみたところ、ジョーみたいにねウィングがコロコロ取れて苦労している方もいるみたいなので、まあ正しいやり方かはわからないけど、ワンポイントアドバイスとしてね、ジョーはこのウィングの丸い円の内側にね両面テープを貼っています。これね、撮影の後半ラストでね、あっと思って対処したんだけど、最初からやってればね撮影時間もっと短縮できたんじゃないかな。うん、まあディスプレイする分にはねそこまでしなくていいんじゃないかなっていうところではあるんだけど、お子さんが遊ぶ際にねいちいち撮れてたんじゃ楽しめないでしょ。だからね、まあちょっとほんの一手間っていうところではあるんだけど、親御さんぜひ裏側ね両面テープ、まあじゃなくてもいいんだけど、ちょっとね貼ってあげると楽しく遊べるんじゃないでしょうか。でね、ちょっと話は変わるんだけど、ご覧の通りこのオーバークロス合体でかいの、過去最大じゃないのかなっていうところで、まあちょっと手元にあって
った、こちら。キューニーさん、ドクターイエロー、クロス、ドクターイエローっていうことでね、これもかなり大きい方なんだけど、ちょっと待ってね、横並びにしてみると、ほら、頭の高さで比べてみると、断然 E5 マーク2オーバークロス α6 の方が大きいでしょ。でね、これもちょっと遊んでる途中っていうかね、遊んでたものがあって、ブラックシンカリオン、クレナインオーバークロス、ブラックシンカリオンオーガなんだけど、オーガの方もね、でかいでかいと思っていたら、もう圧倒的だね。うん。ボリューム感に関してはね、オーガの方がやっぱ大きいのかなって思ったらそうでもないし、頭の高さで言ったらもう一目瞭然と言いますか。ああ、落ちちゃった。うん。とにかく圧倒的な存在感だよね。ってことでね、いつもだったらこの流れでオーバークロス合体のね、アニメーションの方をデラックスシンカリオンシリーズで再現していくんだけど、X モードの時もね、ちょっと説明させていただいたんだけど、ごめんなさい。今回は再現の方をやりません。やっぱりね、参考映像がないと再現の方はなかなかね、難しいっていうか撮りづらいところもあって、なんとなくっていうところでの想像で撮れなくもないんだけど、そこはね、ジョーのこだわりで、6月下旬に発売する劇場版のブルーレイ、そちらを購入して、しっかりとね、映像を確認した上で、改めて撮影させてください。自分でね、自分のハードルを上げるわけじゃないけど、まあ映像があれば、よりしっかりしたものを、再現をね、撮れると思うので、適度に期待していてください。っていうことで、今回紹介したのは、劇場版新幹線変形ロボシンカリオン、未来から来た新色の α-X、デラックスシンカリオンシリーズ104、シンカリオン α-X から、オーバークロス合体の紹介でした。今回紹介したシンカリオンの他にも、バイキンのジョーのチャンネルでは、小さなお友達から大きなお友達まで、家族で楽しむことができる動画もたくさん公開しているので、よかったらチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとう。次回の動画もお楽しみに。バイバイキー。最後まで見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録お願いします。Twitter、Instagram もやっているので、概要欄からフォローお願いします。せーの、バイバイキー。